アンジュルムインターネットサイン会始めました。はい、竹内あかりでーす。お願いしまーす。違う竹内さんの川野愛子さん。川野愛子さん、すいません。川野愛子こっち。ちょっとあんたのミスじゃないのよ。すいません。失礼しました。何回目ですか？3回目です。はい、切り替えて頑張っていきたいと思います。はい、気を取り直して、はい、川野愛子さん。川野愛子さん、さあ書きましょう。川野愛子さんですよね。え、待って、また違う。はい、すいません、ちょっと。え、こっちが違うの？ちょっと、それあれ、これちょっとどうなってんの？これちょっと、大人じゃない？ああ、じゃあ大人。大人です。大人でした。でも私も間違えましたから。アンジュルム、あ、間違えた、アルバム発売後。まあまあ間違いやすいですね。むずいな。うん。ビッグラブっていうタイトル名じゃないですか、うん、アルバム名、うん、というのとニューアルバムっていうのを間違えてよくビッグアルバムってをしてすごい違うよって言われて、そういうのを何回か繰り返しております。はい、たくさん聞かせちゃうぞ。もう私最近テンション感がおかしいんでちょっとイケイケなのかもしれないんですけど、アルバム中心がどうかもわからないですよ。いや、アルバム曲やらない。やらない。やめたやめた。アリクラでアルバム曲やもうやんのやめた。アンジュルーム初期の曲だけしかやらない。うん、何もやんない。2時間くらい私の一人喋りで終わり。ごめんね。でも全然ありえますよ。竹内さん2時間ずっと喋ってることありえますからね。オープニングやついだけだから。バンって登場して喋ってチェイサーで。これネタバレだよ。ここだけの秘密だから。秘密ですよ。竹ちゃん率いるアンジュルーム最後で楽しみ、うん、最後までかな。ちょっとテンパってんじゃないの。ねえ、ぶっちゃっちゃってんじゃないの。のきのきさせてください。頑張る。勝手になってください。まあドキドキさせるか、さられてるか、さられてる。もう日本語がさせられてる。させられてる。それです、それです。ハピネスがあまりにもペイマックスに似てるキャラとのあのやつだったから一緒にしちゃって、ごめんなさーい。まあそんなことある。許してくれ。最後のアルバムなんで。最後のさなんて信じたくないんですけど。わかんないよ、突然その次の秋ツアーとかで出てくるかもしれない。あれみたいな。はい、皆さん楽しんでますかって、竹内さんが袖から出てくる可能性もありますよ。そう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 、皆さん、はい、なので竹内さんのファンの方はずっとアンジュルムに応援してくださると嬉しいです。はい、皆さん警備員さん。もっと竹ちゃんがいるアンジュルム追いたかったな。残念でしたね。10年以上いたんですけど。そうなんですよ。すいません。そうですよ、竹内さん10年以上いたんですよ。竹内さんを追うことはできたんじゃないでしょうか。すいません、ちょっとふざけちゃった。8年ぐらいふざけてた。いやいや、竹内さんのライブ映像私見るのすごい好きですから。8年ぐらいふざけてたわ。ありがとう。私もそのうち、うん、ほぼニートになるから大丈夫。そういうこと言わない。たけちゃんは永遠の自慢の推しです。これからも一生ついていきます。ビッグラブハートって書いてある。言ったな、一生って言ってますよ。言ったな。この紙取っとくかんな。たけちゃん海外にもきっと進出してますからね。あれ、まゆさん来てないの今回。見てますよ。ついてくるって言ったよねって。ありがとうございます。まゆさんこちら、はい、覚えてますよ、絶対。じゃあ、はい、最後に世界一可愛いあかりちゃんに最強に可愛いポーズをください。ねえ、もっと可愛いポーズしてくださいよ。ブリカちゃんが卒業するまでに師範を取るのが目標なので、思いっきりカツを入れてほしいです。よろしくお願いします。冗談で。そっか、ちょっとそうなのか。あと私の経験上、うん、あと数年はかかるよ。頑張れ、あと数年。すぐ子供が生まれるので、あかりと名付けたいと思っています。大丈夫？授業前にこれだけはやっておきたいと思うことがあればぜひ教えてください。これからもずっと応援し続けます。これだけはやっておきたい、うん、ありますか？なんかない。新ミニモニでたけちゃんに出会ってからよく12年。ほぼ一緒じゃん。
めちゃめちゃ子さん子さんファンです。ぜひね、この配信が終わったら私の最初のオープニングとエンディングの顔の赤さを見比べてみてください。大変なことになっております。いや本当にピンクすごいよね、びっくりしておる。もう衣装が 白だからなおさらだよね。黒にすればよかった。別にさ、私に権限ないけどねそうですよ。春ツアーがね始まりますの で、うん、そうです。まあ、春ツアーという名の、うん、春竹内あかりトークショー。そうです。スモールラブがスモールラブ、そしてランダムで他の9人のメンバーが登場しますの で、せーの。はい、まあ、はい、いい構図ね。バカだスタイル。バカじゃないね。はい、じゃせーの、1、2、3。はい、そしてさらに今日は第3弾よなんかすごいね、漫画みたいな ね第3弾が3弾アニメ実写化はい、ということでアンジュルムの竹内あかりと平山ゆきでした。バイバイ。